それでは聖書を開けてください。どうか、前の続きのですね、場所を読みましょう。ヨハネによる福音書4番目までですね。ヨハネによる福音書7章1節から10節ですね。イエスの兄弟たちの信仰するということでね、本文読んでいきましょう。その後イエスは外来を巡っておられたユダヤ人が殺そうと狙っていたので、ユダヤを巡ろうとは思われなかった。はい、皆さん、イエスの兄弟たちが言った、これをここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは言われた、私の時はまだ来ていない、しかしあなた方の時はいつも備えられている。世はあなた方を憎むことができないが、私を憎んでいる私が世の行っている技は悪いと証ししているからだ。あなた方は祭りに登っているからで、私はこの祭りに登っていない、まだ私の時は来ていないからである。こう言ってイエスはガラガラにとどまられた。いや、すぐ強くなくてね、10ね、今寝てください。しかし兄弟が祭りに登っていった時、イエスご自身も人目を避け隠れるようにして登った。はい、そこまでね。どこで来るかというのは結構難しい問題なんですけどね。今日はもうの話を続いて1節まで読んだ方が分かりやすくなってみましたね。このところの話ですね、何のことですかというところね。この7章1節の初めのところでちょっと太字で書いて、イエスの兄弟たちの信仰と書いたでしょ。見出しっていうんですけどね、見出しでも大きい見出しと小さい見出しなんですから、ここ見出しって言ってね、もともとは原文にはないけれども、翻訳する人がね、同じで書いてたら分かりやすいと、ね、書いてくれてるんですね。それで分かりやすいって書いてくれたのが良かったんだけども、ちょっと余計なおせっかいなのかなという場合も中にあるというねというところなんですよ。そんな意味でね、先生は何を言うとかね、どこまで先生聖書知ってるんだよ。そんな書いておくの人はね、聖書の原文が読める人だ、ね、先生原文読めるんですよ、ね、読めの原文読めの先生もありますので、言うなあれになってしまうところですね。けどね、原文ってわかります？これはギリシャ語で書かれてるんです。もともとね、ギリシャ語はギリシャ語でも、まあ、古い時代のギリシャ語で、それでギリシャ語はギリシャ語のところでややこしく言うけどね、これなんでね、古いギリシャ語の中でも文章の言葉、文章言葉と
ていうこと らしいんですけどね。普段みんなペラ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 おしゃべりしてるという言葉とはちょっと違う、文章の言葉らしいんだけども、文章の言葉言うても、まあ、普通に喋っている言葉に近い言葉らしいんですけどね。あんまり文章言葉言ったらね、格式があってですね、普段あんまり使わないような言葉のように思ってるそこではない文章らしいんですけどね。まあ、そんなんで、その面のものをちょっと知ったのか知らんくせにやったら言うなって感じですね。まあ、聖書を読んでおりますと、この全体の流れから言うと、ね、この実説も言った方が言った方が流れの中にあるんちゃうか、入ってんちゃうかなと思ったんで、今日のメッセージの中に思ったと言うんですけどね。私は皆さんの前でお話をしてます、ね、それで大体今日はどんな話しようかなということをね、前もって考えるわけでね、それでその前に文章を作るんですね。神の定められた時というね、こういう文章を書いておきましたよね。これ先生、これ何どこから取ったかですか。先生の虎の巻があるんでしょうと、ね、学校の先生の場合はね、まあ、大体授業をする先生はね、大体その虎の巻にはなって、そこから紹介した先生を取るんちゃうかなと思うんですけどね。その指導要領みたいなのがあってね、この教科書もあるんですけど、その教科書を通して、教科書、まあまあ、いろんな方針があると思う、まあ、最近はしないんで、とにかく若者先生の場合はね、まあ、教科書を使って大体教えておられると思うんですけど、それにも教科書もね、これのところこういうふうに指導しながらよーって書いた本があるんですよね、先生用のね、それに基づいて、まあ、大体教えられるという、記憶しますけどね。それの読みも、あと虎の巻という読み方をしたりするんですけどね。虎の巻というのはね、忍者がね、それ巻いとってね、それでこう、ドローンって言うんですね。化けるとき、忍術を使うときに使ったりして、虎の巻というのが真ん中に、懐を入れるぐらいで、真ん中にして、ね、そんなあたりして、いろいろあるけど、まあ、大事なことをしてるんですけど、そんなんで、先生も、聖書の話から話しておいて、先生、虎の巻から話しておいて、ね、言われるかもしれませんけどね、いや、私はあんまり虎の巻使ってないんですよ、ね。ちょっと言うのは、虎の巻使えることもありますけど、あんまりね、使う必要があるというのがあってね、なんか私、聖書の信仰を持った時にですね、私を導いてくださった先生が、その聖書をよく知っておられた先生とかもあったんですけど、その先生が持っておられる霊をなんかもらってたみたいで、聖書が自分で分かるというかな、それです。今日お話しすることもね、脅迫の話しなさいよってね、なんか神様が言っておられるみたいに感じてですね、自然とこう文章を作れるしね、出てくるんですよ。なんだか知らないけどね、そういう賜物を私はいただいたように思うんですね。ですから、もう私もお話しの前で、皆さんの前でね、何やかんや喋っておりますよね。30年喋ってますね、ついに30年になりましてね、信仰を持ってから40年になりますからね、40年どころあれへんけども、なんかもう40年か、いや45年やな、なりますね。それで最初から聖書のこと分かってたわけじゃなくて、いろいろ導いてくださる、指導してくださる先生おられましてね、その先生とも修行のもとでね、
一対一で場合によって一対一でねいろいろ教えてくださる先生を見てくださったりですね、ありがたいことにその導きがありまして私も話することができるようになったんですけどね、それでまあ今日はこんな話したいんちゃうかな、ね、特に今日は正月、ね、この前は元旦礼拝だったね。それで今日は最初の聖日礼拝ね、まだ3日しか元旦礼拝が4日しか経ってないのか3日しか経ってないのかこれでしょ、3日、4日言ってもね、数え方でね、私数学が弱いんですよ。算数がね、昔からね。それで、この日から3日目、4日目、どこから数えるのか分からなくなるんですね。時々、分からなくなる。分からなくなるところもあるんですけどね。まあ、それから数えた4日目か5日目、今日1月5日か。ね、ということは何日目って。どのように計算したいのか分からなかったりするんですけど、まあとにかく大学するとね、ね、それでまた話すということなんですけど、それで最初の今年最初の聖日礼拝ですからね、だからその今年最初の聖日礼拝にふさわしい、またこの元旦礼拝とは違う話をしないかもでしょ、ね、だから結構難しいですね。それでその説教をするお話する時のコツは何ですか尋ねられることがあるんです。それはね、まあまあな、ね、適当に喋ってたらいいねって言うてね、適当に、ね、言うてね、言うことがあるんですけどね、それ先生適当に喋ってるんですよ、ええ加減に喋ってるんですか、そうです、ええ加減に喋ってるんですってね、それでいいんですか、いや本当はいかんだけどね、だけどもうそのぐらいの気分で喋ってたらきちっといい話ができるとね、で適当に喋って、ええ加減に喋ったらいけませんよと言ってね、言われてしまったらね、何も喋れなくなってしまうと言ってどうなったりしてね難しいね、この前で話すの難しいんですからね、わかります、聞いてる人やったってね、あんまりね、もう難しい話されたり、コチコチのね、固い話されたらね、なんか聞く気もせんと、ね、せっかく教会へ行って慰めようよと、心にリラックス感を持とうと思っているのにもかかわらずね、余計なんかこちこちになってもらって余計なんかしんどくなってしまうようなね話聞いてね、それで恵まれましたいう人はあんまりおられちゃうかなと思ったりするんですけどね、わかります、ね、で私も昨日おとつやった最近忘れっぽくなりましたね、昨日やったか一昨日やったかね、あれはさっきやったかというようなくらいで、ね、だん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 もう朦朧しちゃういや、昨日や一昨日だな、昨日やってるわけにはいかんな、昨日はちゃんとこの話を作らなきゃいけないからな、金曜日だ、金曜日にですね、親戚回りちょっとしてきたんですよ、ね、それで親戚がどこ行ったか言うとね、うちの僕のおばあちゃんのね、僕のおばあちゃんの長女だったんですけども、ね、妹さんぐらいになるとか、その人ぐらいになる人が、嫁さんに行ったところのね、家に行ってきたんですよ。ね、それで、その、まあ、盛大所をやっておられる人なんですけどね、その人と話しようかなと思ったら、この間亡くなりましたって言ってね、亡くなられた時、と思ってね、ちょっと話したかったんです、ね、そのお父さんになる人はね、小学校の校長先生だったんです、ね、土壌にピーンと生やしてね、頭をつぶてんでね、ものすごい感動してたんですよ、もう怖いって感じしてたんですけどね、でその先生の話に聞くのも大好き、朝礼で話する、ね、朝礼聞くの好きやったな、その人はもれでしょ、ね、私朝礼も聞きたいですけど、じーっと聞くな、それで今から考えるとあれ説教する訓練だったかなということ、ね、教え
教えるところあるんですけどね。まあそんなので、ね、ちょっと大変なことして、ああ会いたかったね、息子さんにも会えなかった。もちろんそのお父さんになる人、まあ、そのお父さんになる人はもう死んでくれなかった。ね、それで、もう一つ上のおじいちゃんになる人、まあ、どうなんかしら、亡くなっておられます。そのおじいちゃんになる人ね、校長先生だったんでね、その人の話もちょこっとしとったんやね、土壌品が生えたね、その人に。ちょっと怒られたら、ゆでだこみたいな感じの人だったんですけどね。いや、いろんな勉強というか、そのとこから人の前でね、話するということは難しいなぁ、ということをね、つくづく教えられましたね。もう、あの頃の校長先生も、まあ、今の先生って大変だと思うけどね、あの時代の校長先生は偉かったよ。偉くないんじゃないかと思うけども、偉い感じがしたね。怖かった。ね、普通の先生なんかね、いろいろ言われてもね、あんまり言うこと聞けへんけどね、校長先生に、こらーって言われた、たーって言って、ね、すごい大変でしたね、やったな。うん、なんか恐ろしい感じでしたね。別に恐ろしくもないので、威厳があったというかな。まあ、そんな人が、その人の、まあ、言えば、お孫さんに会うてきたわけですね。で、ちょっと思い出したことが、しゃべるので、いろんな人が会ってですね。で、何の話だったのかな。うん、で、話をするということのね、難しさについて、まあ、ちょっと喋ってみたということですけどね、その前でね、神の定められた時にこういう文章を書いたわけですけどね、これまたね、文章を書くのとね、これまたね、これ前で喋るというのは、全然頼むのが違うんです。わかりますね、ちょっとこう文章を書くでしょ、それが上手な人はね、あんまり前でね、おしゃべりするのが下手な人が多いんですよ、ね。で、前でこう話してね、上手な話できる人はね、文章を書いたらあんまりいい文章を書けない。そういう傾向があるのね。どっちもできる人ってあんまりいないよね。意味わかりますか、ね、なんでか言うとね、こうみんなの前でバーッしゃべるというのはね、そういうの、その時の雰囲気つかんでね、それでみんなに説得力がある話で。文章を書く場合はね、そういうことよりも論理的な、ね、ちょっと整合性というかな、人物に合った話になるわけでしょ、ね。瞬間的にね、感情的に訴えるということはね、あんまりなくてもね、こういうところで話する場合はね、皆さんの言葉で言うわけやから、皆さんの感動しました、今日の先生の話はというかね、話せるからね。で、今日は特にさっき言ったように、正月の最初の説教やからね。それにふさわしい話になるわけですね。果たしてそんな話ができるかどうか、はて、お楽しみという。ね、自分で言いながらね、次の匂いからね、考えながらね、あるぞ。ね、それで、今日のね、このところ、本題に入りますよ。神の定められた時、ね、主聖力とかですね、あなた方は、祭りに登っていくのは良い。私はこの祭りには登っていかない。まだ私の時には来ていないからであるというところを中心に話しますのでね。これ何の話か。カリ用の祭りが問題なんです。このカリ用の祭りにイエス様が登っていくというか、姿を現されるというか、私が救い主なんですよってね。私を信じなさい。私こそ救い主なんです。ね、ユダヤ救い主というと、もう一つはユダヤ人の王様なんですという、まあ二通りぐらいあるんだけどね。救い主言うたら、政治上じゃなくて、宗教上の、なんか、感じやな。けど、王様言うからね、政治上のトップの人。ちょっと違うでしょ。でこの、まあ、この昔の時代っていうのはね、政治と宗教は一緒やで、ね、あれな、政治上の偉い人ね、一番トップの人ね、王様とね、宗教上の指導者というのはね、
一つ同じ時代が長く続いたわけよね。でだん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 その政治と宗教を分けるという傾向になってきたんですけどね。分かるぞ。で今ね、この間靖国神社に安倍首相が参ったお参りしたということでね、韓国や中国でガチャガチャガチャ言い出したね。靖国神社に参ったらなんでかねやね。別に安倍首相がね、靖国神社に参ろうが何しようがええやないかと。なんでよその国の人が言わないかって。でも問題やね。これね、いろんな問題が絡んでるわけですよ。靖国神社に国のトップ、政治上のトップになる人がね、お参りするというになったらね、これは信仰の自由を害すると。信仰的にみんなは自由なんだと。それを国の一番の指導者がお参りしたらよくなるとね、ちょっとこの信仰の自由を妨害するんちゃうか、信仰自由の自由というものがなくなるんちまうのかなって問題が起きるわけっていう、ね、何のことを言わせるんだけどね。それから靖国神社いうお宮さんはね、ちょっとややこしいお宮さんなんですよ。なんでかというと、その祀ってある神様というものはね、戦争で死んだ人とね、いう問題があるわけ、ね。それで戦争で死んだ人を言うても、その戦争が正しい戦争やったら、まあいいねんけど、それは間違った戦争ちゃうかな、いう問題があるな。それから、靖国神社は戦争で死んだ、戦争と関係して死んだ人が祀られてるのね。その戦争というものを、この戦争に行きなさいって命令した人とね、それから、何も行きたくなかったんやけど、行かされてるんだ。それ死んだがなかったんだけど、死んでもだ、殺されてるんだ、ね。そういう人もごちゃ混ぜになって、まあ、お祭りしてるというね、まあ、ややこしい人じゃないよな。ね。わかる？そうするとそこにお参りするというとはね、その戦争が正しい戦争だったというね。日本がよその国でと戦争した、特に朝鮮とか中国で戦争したというね。そしたら、そこで戦争した戦争が、間違った戦争じゃなかった、正しい戦争だったというふうになってまうということでね、それはいけません、許しませんって、中国の政治や韓国の人が怒ってるわけ、ね。そういう問題があるんや、いうことわかるぞ。いや、それでね、個人的にね、その安倍さんがね、安倍晋三いう人が、個人的にですよ、もう首相いうその身分が離れてね、個人的にこう、人が弱んでやったら別に問題ないね。信仰の自由やから、どんなものも神ですね。でも、その国のトップになるような人が弱んだようになるとね、日本の国全体のこの、向きがどうなるかということになってくるからね、ややこしいわけやからね。そうでしょ、トップ、政治上の一番のトップの人が入るとね、そうすると日本の政治全体、あるいは日本の国の国民全部がそちらの方になんか加担したとかな、関わったみたいな手間からね、これ話はもう穏やかでないということになるな。わかるでしょ、ね。そういう問題を抱えてこれは何ですか、政治と宗教をごっちゃまぜにしてるというか一体にしてしまっているという問題があるね。政治と宗教というものをね、分けなあかんという考え方が近代においてはあるわけですよ、ね。でも古代においてはそうじゃなかったんですよ。意味わかりますか、ね。ちょっと難しい話するけどね、
日本の歴史とか世の中の仕組みものね理解するにおいてねちょっと参考になるから言っとくけどね、なんで天皇陛下がね日本の、まあ、いわば王様とは言わんけど王様みたいになっとるかね、それなんで思うでしょ、天皇陛下が言うんだってね、そこらのね顔知らんかったらその辺にある人だったらそこらのどっかのおさんよね、わかるでしょ、皇后陛下だってねその辺 であの買い物しとったらね普通の格好してね買い物しとったらねどこのおばはんやわかるからね、そうでしょ、わかるでしょ、だけどあのそういう地位の人やーってそういう格好しとったらみんながあのねあの尊敬して、やまないかんべらね、思うけどね。だけど、じゃあそんな人がなんでそういうところの地位に残ってるんですかって言ったらね、それはそのね、なんか昔からの、なんかいろいろ神話とか、あの伝説とかね、よう分からへんけど、本場のところは分からへんけどね、でそういうその、書かれた文章によって裏付けされてね、それでその書かれてる党の人の子孫やーってね、血筋がね、そうやな、ね、いやー、言うね。で、血筋がそうやかったかって、どないしたらいいんやっていうね、ね、現代の人はそういうのもしれんけどね、あの、昔の考え方ではね、あの、もう家柄というのね、もう、よくうるさく言ってなかったんや、ね。それで、この間もね、私の家、生まれた家ね、誰もいないわけやね。だけどちょっとあんまり誰もいないから、まあ、あれ放題には まずいから、ちょっと庭の手入れぐらいしたのか、手入れちゃったらですね、まあ、近所のおばちゃんがね、通りかかられましたね、こんにちは、ありがとうございました。そしたら、なんやなんやって言ったら、あんたどこのものどないしょってんや、言われてね。それでいろいろ言ったら、あんたのところはもう古い家でやね、もう家すりというかな、本家本元やからね、もう家を大事にせなあかんねえような感じでね、ようなことを言うてくださる人がおりましてね、それでまあ、私たちの地区ですよ、地区ですよ、百軒もあれへんの地区ね、まあ、1、2番目を争うようなね、まあ、本家なんですよ、まあ、内藤のね、内藤の総本家言ったらね、おかしいけどね、総本家っていうのあれやったらね、本家の本家っていうかな、分家は一家の分家の分家のあの家の格好大げさから言うとね、前の私のところの前の家のがずっと大きい家なんですよ、ものすごく家なんだ、私のところの本家の方がちっちゃい、ね、でもボロやないやね、だけどどっちが先か、どっちが先かっていうね、そういう、まあ、家だよね。それで、その、文系になる人やったって、もう、多い文系やからね、またその文系が文系作ってね、そのまた文系作ってね、いうね、ややこしいっぱいあるわけね。そんなんで、そんなんかの私のところがあるのが一番大きい家やってね、だからもう、帰ってきてね、家を守らなあかんねんで、いうね、ことを、まあ、もう昔の考え方の人は言うわけや、ね、よそいたらねえ、ね、古い家守らなあかんねえってね、言われるわけや、いやいやいや、僕の おじになるというかな、おじさんでも、ばあちゃんの兄弟になる人ぐらいだったら、おじらしく、おじのおっちゃんが、僕は大阪行くんや、東京の方行ってまいりゃ、言うから、そんなことしたらあかんってね、お前、長男やから、家守らなあかんねえって、ものすごく怒られたのね。いや、ちょっとね、ちょこっとね、東京の方行くけど、また帰ってきますわ、帰ってきますわ、ね、って言うてもね、なかなか帰ってきたんだけどね、で帰ってきたら帰ってきたんだけど、ちょっとしか来なかったからね、またいろいろあったりしてね、でそんなんでね、もう村というのは結構うるさいわけ、そういうことをね、そういうその古い家は古い家でも、もっちゃ古い家あるわけね、めっちゃ、一番日本で一番古い家という、それは天皇家やっちゃうわけね。そういう古い、いや、一番本家の本家ってもね、言うたって、まあ、もうそれどこまで本物か分からへんけども、まあ、そうされてるというかな、そういうふうにみんなが信じてきた家があるわけでね、そ
それは血筋や。ね。わかりますか？血筋ということは、あの血のつながってるというかな。ね。それでずっとその、あの、血のつながりを言ったんでね、もちろんいろいろあるんですよ。ね。あの、ずっと、お前のところの先祖はね、お前の先祖はね、あの何やねん、泥棒やって、石川五右衛門やったって言ったらね、そのようにね、あんまりありがたいなよな。ところが、あのね、天皇家とかね、あの徳川家につながってるような家やったらね、ちょっと自慢できるような家あるよ。そういう家なんか偉そうに言えるけどね、あのそうでない家は恥ずかしく言わないっていうね、ところもあるけど、そういうことをものすごく大事にする考え方あるでしょ。ね、そんな本やないか、そんな考え方。古いだって、そういうふうに、もう古いこの考え方をする人がいっぱいおってないわけですよね。わかりますね。それで、そういうものを裏付けるのが宗教という、血筋というものを大事にしようという考え方ね。それから、あの古いものを大切にしようというね。伝統というかな、昔から。受け継がれてきたことをずっと守っていくのが一番人間の自分として正しいんだというような考え方ね。それから外国から来たものはあの排斥しようとかね、日本から昔ずっとあったものをそのしっかり守っていくのがあの人間として正しい生き方なんやという考え方もありますよね。私たちはね、いろんな考え方が入ってきた時代に生きていますよね。外国からいろんな考え方が入ってくるけどね。だけどそういうのが入ってくる昔はね、入ってこなかった昔はね、もう何が正しいかというとね、もう親の言うた通り言われた通りやっていくと、親の親のお一つ親からずっとご先祖さんから教えてきたものをしっかり守っていくのが正しいんや、他の中にずっとみんないたわけですよね。わかるよね。それから自分の親に尋ねることができなかったよね。近所の人にとってね、近所の人にやると同じようにやっていったら、そしたら間違いないやというね、そういう考え方の中にみんな人間おったわけですよ。今もいますけどね。わかるでしょ、ね、そういう考え方と全然違う。その聖書に書いてあることも、ね、従うという考え方が一つ突然入ってきた。西洋から。それで政治というものもね、あの昔からやってたと同じようにやってったらええんやというね、考え方とは違って、あの時代世の中変わってくるからね。だからみんなで新しい事態に対してはね、みんなで相談してね、それで違うやり方せなきゃいかんような時代になってきちゃったな。分かりますね。そしたら今まで古い考え方の中にことだった人と対立してくるね。そうでしょ。いや、いろんな人おってんですよ、私たちもね。あの、私の親父の、私の親の親戚になる、親戚になる人やけども、そのおっちゃんのって、もう古い考え方する人がおりましてですね、昔からのやり方、考え方、人っても変えたらかって言って、ものすごくうるさい人がおったね。それから新しいものが入ってきたらすぐに採用してしまうようなね、そういう感じでね、正反対の人になってますね。そう、何でもそうですね。ちょっと困ったね、その人が対立するのかでしょ。まあそんなんでね、いらんことばっかり言ってんだな。今日のところの結論なんだね、聖書に書いてある今日のなんだところをその通り喋らんとね、あっち飛んでるこっち飛んでるね、まとめるんだ。まとめ、そっちのまとまってね、ね、この聖書に戻りますよ。ね、今イエス様はご自身を公に
しようとされている。救い主だ。あるいはさっき言った救い主が同時に王様やと。ユダヤの国の王様なんだ。で、そういうユダヤの国の王様で、しかも神様の子供として、神様のご意志を実現するという、そんな感じの人なんだ。政治と宗教がつながっているというか、そういうところがあるね。神様のご意志で、神様がそうされたから、あんたは王様なんだ、というね。難しい言い方でした。王権神十節というかね、言い方あるけどね。王様の権というのは神様からもろたけというかね。古い、そんなことってまた難しいことですけど、そういうふうな考え方あるんですよ。ね、それは、ヨーロッパの王様なんかね、誰が王様になるか言ったら、その王様の戴冠式という王様に冠をかぶせる、王冠をかぶせる儀式、戴冠式っていうのね、誰がするのか言ったら、その地方っていうか、その国のね、宗教上のトップになる人がね、授けるね。だからイギリスの場合はね、イギリスのエリザベス女王、まだ固定のエリザベス女王でしょ、じゃなかった、ね、まだエリザベス女王、もしなかったね、わからなかったけど、エリザベスなんとかに多かったでしょ、その人は女王さんになった時にね、誰がそれ王冠を授けるという儀式に授けるかというと、そのカンタベリー大主教とかなんかいうね、聖公会とか、イギリスの聖公会、聖公会っていうね、そういう派なんですけど、そのイギリス国教会の訳しますけどね、そのイギリス国教会のその一番の偉いさんがね、王様に任命するわけ、だからそれを王冠を授けるわけ。その時王冠を授けた儀式からそのエリザベス女王、イギリスの王様になるというね。イギリスの王様っていうのは今はそうでもないけど、昔言ったら7つの海を支配してるという、世界中にその植民地を持った時代があったからね。だからものすごい偉かった、世界を支配してる人たちみたいなね、そういう王様。そんな王様を誰が任命するというか、任命しようという、それはその宗教上の一番の権威を取っていた人がするというね。分かりますね。じゃあその宗教上のトップになる人は誰がまたこれ認証するかというね。ね、その時も誰がするんです。なんでそんなことなんですか。誰がそんなことするんですね。日本の場合はね、誰が天皇陛下にするんですか。それは天皇陛下というのはね、あれは。なんだからね、なんかもともとは神主さんやったらしいな、神主さんの特務みたいな人らしいね、それはなんか王様感とかみたいな、いや、まあややこしいんですよ、いろいろと思ってるけどね、そういうのをその認証するのが宗教的な相手がなかったらみんなが納得しない、ね、宗教上の権威付けをしないとね、神様がそれをしたったんやー言うて、そういう、そうやなーと、もっともらしい理屈がなかったらな、あ、分かるでしょ、何でもそうやね、もっともらしい理屈がね、それがいかに裏に直送であろうがね、まあ、こじつけであろうが、なんとなくそうらしい、覚えてもらわなかったらあかんわけでしょ、そうなんで、王様になるわけでね、イエス様の場合にはね、もう聖書に書いてある。聖書の言葉の通り、この王様として立たれるんだ。それでぼーっと読んでたらね、もうユダヤの祭りの時にね、その地位についたらええやーってね、考えると人がおってなわけで、兄弟なんかもあんまり聖書ちょこっと読んでて読むんで、しっかり読んだらそれはちょっとおかしいと思うんだけど、代わり予報の祭りがね、これが近づいてきてると。でユダヤ人の三大祭というのがあって、三つの祭りが
大きな祭りに年に3回あるんですよね。でその仮違法のお祭りというのとかが、それか住越しのお祭りというか、ペンテコステの祭り、五旬節の祭りといいますか、その3つの祭りにはね、もうユダヤ人はみんな都に登らなければならないという、聖人男子はね、必ず登らなければならないという掟があったわけですね。それだから、イエス様は兄弟に対してね、あなた方はまた祭りですから行きなさいと、ね、規則ですからというか、もう習慣ですからというのがあったりしてね、必ず登ってきなさいと。イエス様は言われるの。私は行きませんと言います。なんでやね。イエス様は別の意味で、今ちょっとこのね、自分の身分をみんなの前で明かすとか、あるいは王様として、ね、救い主としてみんなの前で姿を現すという時期ではないということね、分かっておられますが、カリーホの祭りに私は登っていくとは違う、ね、もっと別の時に登っていくんだね、杉越の祭りの時に登っていかないかんのです。というのはイエス様は杉越の祭りに羊を殺してね、備えるという意識があったんです、ね、イエス様はその杉越の羊の羊なんですよ、ね、それは全ての、民族、全ての、先民、選ばれた民のね、身代わりとしてイエス様は死刑になるという意味もあるんですからね、あまわないの供え物として神様の前に備えられる羊としてイエス様は登っていかないなければならないんですね。でそれをこの待ってるので違う祭りの時に登っていったので意味なさへんというね、で分かっておられますから、そういう時期が来てないというふうに言われるんです。意味分かります、ね、もう今日の話先生だけややこしくようなね、いつも先生の話ばけわからんというね、ということで、もうええ加減にね、もう帰りたくなるわ、帰ってしまったと思ってた。なんかそういう癖になってらっしゃって、帰ってたら、引っ張ってくれ、引っ張ってくれ、藤井さん、藤井さん、帰っちゃったよ。いつも帰る人、帰っちゃったの。もうね、連れてくれ。いらないか。今、無理です、連れてくれ。ね、あなたいつも帰ってもらうの。どの子帰ってて、なんかそういうツルツルツルってね、帰りたくなくなって、帰りたい時はね、ぐっと我慢してね、え、もらえますよ、大橋さんです、まあ、大きなこと言わないでよ、そんなんか失礼やねん。俺はわざわざ名前を背負うんだ。ずっと帰っちゃうし、まあそれはね、ずっとね、面白い話ね、ためになる話、ずっとね、しかも分かりやすい話、ずっとできたらいいんですけどね、文化はね、分からなくて、分かってもらえないような話、しゃないというのがあるんでね、堪忍してくださいね、できるだけ皆さんにね、分かってもらえるような話ができたらなと思ってるんですけどね。で、イエス様はね、時がある、今日の話は神の定められた時、問題はこの分かりやすくするためにグッドタイミングですね、確保して、すべてに時があると、ね、漫画にしときましたね、分かりますね、もう難しいことばかり言ったら分からないからね、漫画でまず分かってもらえるようにしておきたいんですけどね、兄さん本当にメシアなら今度の祭りのチャンスではないですか、兄弟は言うわけね。このイエスはちょっと年寄りのおじさんだよって言うけど、まあいいですね、うん、そうですねと、救い主と言いながら隠れているのはおかしいの、兄弟にね、そうだそうだ、デカリア書という14章16節でね、エルサレムを攻めたあらゆる国からカリーの祭りを祝うとある人、
これ、願いの重要性を16節上げたら大丈夫。ちょっと見ようかね。願いや書ってありますね。願いや書ってどこにあるんやろうなっていうね。で旧約聖書の終わりの方です。願いや書の、ちょっと開けようね。あんまりめった開けんからね。いやー、お願いしますよ。願いや書。1494ページですよ。開けてくださいね。レガリア書14章。あまりレガリア書なんか開けへんやろから、今読んで開けてくださいね。旧約聖書から読むとね、主は地上をすべて治める王となられる。その日には主は唯一の主となられ、その名は皆は唯一の皆となる。何これね、世界はということですよ。一人の王様が治めるときは、ね、変なことだからね。それでは、この16節なんだね。エルサレムを治めたあらゆる国から、残りの者が皆、都市ごとに登ってきて、万軍の主なる王を礼拝し、仮違法祭を祝うと。え、ね、王様が礼拝するときは、それで、それは仮違法の祭りを祝いです、お祝いする。と書いてあるからね。今、仮違法の祭りや。ね、今、カリフォルニア祭りが始まるんですよ。だから、あんた、兄ちゃん、ね、あんたが本当に王様や言うなら、今行ったら嫌やないか。いよいよあなたの出番ですよ。カリフォルニア祭りなんですから。ここに書いてある通りで、王様になったら嫌やないですか。ね。思うところやね。そうでしょ、そう言ってるのね。兄弟もそうだ、そうだ。ね、それで4番目の4コマ、一番最後のものね、まだ私の時は来ていない、収穫でなく種まきの時だと。え、ね、カリオの祭りというのはどっちかというと収穫の時期のお祭りなんですよ、ね、今まだ収穫する時ちゃうね。今、種まきや。収穫と種まきは反対やからね。え、何それ？え？収穫と種まきは反対やって意味わかりますね。なんか作るときはね、種まきでしょ。種まいたら育って、ね、花咲いて、実が実ると。実がという実になったら、それを収穫をする。いろんな植物、花や草がありますけどね、大体でしょ、大体春ね、春に種まいて、ね、せやな、秋ごろに、実を結ぶと、収穫をすると、まあ、大体そういう傾向あるね、その反対のわけでね、日本の場合ね、稲は、5月頃に種まいてね、それから10月か11月頃に収穫をする。それで11月頃に種まいて、今度は5月、6月頃に収穫をするのはもうね、ちょっと正反対だったけどね、
そういうのも昔は大体作っとったけどね、まああんまりもの作らなくてしまったけどね、そういう大体この正反対意味わかりますね。種をまくのと収穫するのがね違うのね。それと同じようにですね、イエス様もその信仰の種まきをする、この救いをみんなに広め始めるね時と、その結果を収穫するという感じの時のね、正反対やあるのがあるんですね。もうようわからない人はもう両方ともごちゃ混ぜにして考えるという人もいるんですけどね、それごちゃんせんよね。このお祭りという三大祭りというユダヤ人の三大祭りでもやっぱりそういうふうに、大体カリリホのお祭りというその前の杉越のお祭りというのね、大体イエス様十字架に着く時なんですよ、ね、イエス様十字架に着かれてからね、信仰が始まる、だからそれは種まくのでね、それでカリフォルニア祭りのちょっと後ぐらいなんですけども、収穫をお祝いする感じのね、そんな感じでお祭りの意味を乗っ取るわけですよ。だからいつひょこ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 登っていってもいいんじゃない、イエス様もちゃんと自分が祭りに行かないかんと、そしてみんなの前にこう姿を表されるという、その時は何かいつかでもね、イエス様把握しておられて知っておられましてですね、その通り行動されるわけですよ。だけどイエス様の兄弟たちはね、神様のことよく分からへんからね、とにかくあんたがそんな職員にしちゃ神様の坊やみんなを救うんや言うやったらね、今がデビューするとこというかね、違うのかね、もう言うわけですね。けどこの兄弟たちはですね、あんまり分かっていない、信じてないって書いてあるんですけど、よう信じてないのになるの、何のこっちゃよく分からんとかってね言ってるんですよ。でもよく分かってる人はね、まあ、その時はないなぁって分かるよね、神様の時があるんやぁってね、分かるんでね、まあ教会もね、いつも神様がおられますし、私たちの祈りに神様はいつも答えてくださいますけどね、時に大事なのは礼拝に出るとね、聖日礼拝、日曜日の礼拝に出て、それで神様の言葉を耳を傾けるということが一週間初めてね、それで、ことを一週間始めながらまず礼拝をされて、それで、あるいは一日の始まりの時にね、見なされた最初、まずお祈りから始める。ね、そういう詩の習慣につけてた、もういつでも聖書は読みます、いつでももちろん祈れますけどね、けどもまず最初が大事です、ね、まず神様とお話をしようってね、そして神様がどんなことを今日承知しておられるかよく伝わってね、神様と共に歩めるようにしたいんですけどね、そういう人が恵まれる、全てを支配してこられる神様なんですよ。いろんな人がね、いろんなことを言う、ね、でいろんなことを考えとってるんですけど、結局大事なことは全部神様が支配してこられるんですよ。それ早く探ってくださいね。神様って何ですか、ね、どうしたら分かるんですか、聖書をまず読む、ね、で、神様って天のお父様ってもいいかな、お祈りをしよう、最後にイエス様のお名前に言って
お願いしますって言ったらね、煙が聞かれるんです。で、神様のところに近づけば近づくほど神様のことが分かってる。そしていろいろ神様の恵みに受け止めることっていうか恵まれますからね、ますます信仰が面白くなって分かってくる、ね、そしてますます神様が神様を恵んでくださいますからね、そういうふうにできる限り何の時も神様の前のお祈りをするということをしたいと思いますね。日曜礼拝の礼拝はね、長いことでね、一緒に賛美しましょう、ね、そして聖書を読みましょう。神様が必ず祝福させますからね、それから献金もしますけどね、献金はね、人によってはこだわりのある人はね、ものすごくつまずきになります。もう教会もね、まあ、もうお金に出さないと無料とちゃんってね、無料なんだけども、神様に捧げることによって経済的にも祝福してくださるんです。神様が全部支配しておられますから、捧げるのは絶対的に祝福されますからね。主の御の十分の一を捧げるなんてね、聖書に書いてあるんですよ。偉いもの書いてあるなと思うわけでね、ちょっと書いてあるからです言うんですけど、そのことによって祝福される。十分の一を捧げるのは実は本当は十分の一じゃなくて全部捧げなさいということなんですよ。つまりそれは印として 1% 20% 以上はね捧げるということを思ってね、全部捧げるということをするんです。そうすると神様にすごくしかさ、私たちの人生は結局神様のものなんです。全ては神様のものなんですよ。私たちのものは一つもないんですよ。僕は早くそろそろね、神様のように私たち自身全部で心を全部信仰を持って捧げるね、そんなことも神様の祝福がよくしてくださいます。私たちは何にもできへんのです。人間はね、いろ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 考えてますけどね、結局神様の思いの通りにしかならないんです。私たちの思いの通りは一つもありませんから、それは早くお捧げてくださいね。ありがとうございます。私もいつも時にかなうことをしてくださる神様、全て時に質感をしてくださる神様を信じて、私も平和の日々を動かすように我ら一人ビトロリを祝福してくださいますように。